よーし。人間ごときがまたしても反対よるか。最高の牢獄を拒んだ反逆者。そっちこそお宝が神様気取ってないで黙って壊されなさい。愚かだ。まだわからんか。貴様らの行動は救いになどならん。なぜ我が聖杯でありながら神だと思う。どういう意味？選ばずとも良い自由、考えずとも良い自由だが、皆が誰かに肩代わりをさせた気でおれば、実際は誰もしておらぬのが当然の道理。そこに広がる巨大な歪みを。その答えがあなただというの？いかにか。つまりは人間自身が聖杯に支配する神であれと望んだのだ。それを拒み続けるならば、もはやこの世に貴様らの居場所などないも。だからどう。あくまで抗うのか。誰からの称賛も得られんとしても。周りの方がどう思うかに縛られるのはそういう。従わぬというなら今一度受けるがよい。我が秩序を乱す賊どもに裁きの手。手を出そうというのか。我は大衆の願いを叶うる者。大衆おののけ人の。まずはあの輸血のチューブみたいな補給線をなんとかするぞ。じゃないと終わりがない。ただし相手もそこは分かってる。真正面からやっても誰か一人切るためだけに送り込まないと無理。そいつが切ってる間邪魔されないように残っ。あの赤いチューブぶった切るぞ。俺ならいつでも行けんぜ。任せときな。統制こそはそれを分からぬ。無視。気づかれてねえな。行くぜ。
ちらこそ。よし、囚人どもの力が流れ込む。反逆者どもめ、回復手段は潰したな。あとは真っ向勝負だ。やれ。ペルソナ、これでどう。断罪の時である。敵が力を溜めてる。必殺の一撃が来るぞ。やめよ、人の子。ペルソナ、ペルソナ、覚悟しなさい。お前にキス。ついにやったか。どう？目標沈黙したけど。もしかしなくてもやべえだろこれ。これはどうなってる。これが真の姿。こんなの。ビビんじゃねえ。導くこと。そして
人間の愚かさと対抗が示された今、それを粛清するのは神の役。てめえがってな、デキレースだったじゃねえか。愚かな大衆は強い人間を受け入れない。怠惰な思考を撒き散らし、世界を退化させて、人間に任せておいては緩やかに破滅するのに、もはや公正などとは生ま。彼らは悪人なわけじゃない。そう、彼らの多くは善良な市民。しかし彼らは目の、なぜなら道の先が破滅の崖だとしても考えず進むだけ。てめえで勝手に理想を押し付けて、勝手に失望して。神のくせに思い込み激しいな。人間のためというのなら、人間に倒されるのも。我は世界を支配し統制する存在。世界の未来歯向かう者は天よりの刑罰を下す。桁違いすぎる。こんな奴に勝てるのか。最高の展開じゃねえか。本気出してきた神が相手なんだぜ。これ以上の大物がいるかよ。まったく、いくらなんでも大物すぎるのよ。気合で涙。みんなと一緒なら当然。神を倒して優秀の美化、芸術だ。要はぶっ倒しちゃいいんだよな。まったく、最高にバカな連中。お前たちと組めて。我が輩たちの未来、そしてこの世界、取り返してやろうぜ。許容もなく慈悲もない。我が統制に歯向かう反逆者よ、破滅せよ。こいつが全ての元凶だけど、みんながいる。絶対倒す。やめよう、愚か者。ぶっこめ。小賢しい。これで覚悟しなさい。さあ行くぞ。これは罰である。痛いな、もう。
だこの攻撃は。どういう効果か分かるまで警戒を送って。色欲に支配されてる。集中して妄想で動けなくなる。まだやれる。色欲に支配されてる。うまく動けなくなるかも。やめよう愚か者。ここはペルソナで。これでどう？ひれ。支配されてる。集中して妄想で動けなくなる。そこか。くらえな。くらえなよ。違う攻撃をしてきやがった。くらえ。やめよう。ここはこれね。ありがとね。サンキュー。我は解き放つ人間。こ断罪する。また今後今はペルソナ召喚に余計な負担がかかる状態みたいだぞ。光がヤバそうだ。ペルソナ使うなら気をつけろ。いつもより消費が大きくなってるぞ。やめよう愚か者。はい、悪いな。強敵よ。連撃は効かないからね。
だから死ぬ。スカル、防御力が落ちてるよ。よーし、見せて。ひれ。断罪し。連撃は効かないからね。奪え。ジョーカー、防御力が下がってる。くたば。やめよう、愚か者。スカル、大丈夫か。体力に注意しとけよ。小ざかしい。クイーン、防御力を下げられてるぞ。やるわ。うん、助かったよ。わ、人気。今度剣を与える。ジョーカー、下がってる。そこか。やめよう、愚か者。怒りに支配されてる。言うこと聞いてくれ。ぶっ込め。小ざかしい。無駄に怒りまくり状態だ。落ち着けて。食らいなさい。さあ行くぞ。断罪し。剣を与える。やるよ、スピードアップ。ペルソナ使うなら気をつけろ。いつもより消費が大きくなってるぞ。奪え。食らえな。ペルソナ使うなら気をつけろ。こういうより消費が大きくなってるぞ。助かったぜ。私の怒りを思い知れ。剣を与える。そこか。やめよう、愚か者。スカル、大丈夫か。タイムに注意しとけよ。小ざかしい。人間、これは罰である。やめよう、愚か者。
しなさい。ひれ。これは罰である。いただいていく。クイーンが空腹状態。攻撃力が大きく下がってるよ。容赦しない。わっ、無人で死が貴様らを捕らえよう。奪え。小賢しい。支配されてる。ありがとうね。また回しちゃうかもだぞ。助かったぜ。おい、おい、逃げ。こっちは仲間だ。はい。うん、助かった。悪いな。仲間としてる場合かよ。さあ、行くぞ。ここか。小賢しい。クイーンが空腹状態。くらいな。攻撃力が大きく下がってるよ。使うよ。ありがとう。サンキュー。やめよう、愚か者。ここはこれね。ありがとね。助かったぜ。さあ行くぞ。これは罰である。小賢しい。ちょうどいいのが。うん、助かった。悪いな。に、じ、刑を与え。やるよ、スピードアップ。今攻撃したら反撃される。ここは慎重に行け。今攻撃したらダメだって。やめよう、愚か者。やばい、反撃が来る。
たまろう、バイユエ。許さないからね。剣を与える。そこか。小賢しい。まともに戻ってよ。ありがとうね。
ここはこれね。エネルギー、あのさ、敵が力を貯めてる。必殺の一撃が来るぞ。そこか。やめよう愚か者。世界の真理なり。こいつ、強え。神だって言うなら、人間を理想に導けよ。それができないから滅ぼすんだろ。自分の存在を誇示するために。だから監視してたんだろ。大衆の反応が気になって仕方なくてさ。そんなとこだろうな。
百年生きてんのか知らねえけど、極めつけの老害だな。どこにもいるよね、こういうの。たわごと。何これ、くそ、見えねえ。そんなにこの世界から消したいの？世界に見捨てられたなんてな、もはや居場所はいずこにもなし。やられるわけには。私たちが負けたら立たなきゃ。力が。私も、ここまでなの。統制には一かけらの不足も許される。やっぱ無理だったのかな。途中までは面白かったのに。神様と人間だもんね。聞こえるか、大衆の声。神に背く汝らを嘲笑っておるな。人間など欲望の塊でしかない。これでは世界など衰えるが道理。神に背いたる罪は重い。罰として永遠の痛みを。させない。希望の芥を集めた従者か。そのような卑小なるもので我が企みを覆せるわけもない。人間の希望だって欲望だ。そいつをなめんなよ。我が輩たち怪盗団は相手が誰だろうと屈しない。たった一人になっても立ち上がり、最後まで戦い抜く。そして絶対、絶対に世界を奪い取る。状況までなんとかできるのか。さすがに無理だよ、こんなの。怪盗団、やっちまえ、やっちまえ、怪盗団。なんでだ、なんで忘れてた。俺、勇気もらったのに。きっと俺たち、ずっと前から寝ぼけてたんだ。いい加減目覚まそうぜ。逃げてたってどうしようもねえだろ。怪盗だ。怪盗だ、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 怪盗だ。怪盗だ。お前も怪盗団に惚れた口か。そうです、
ひょっとしてあなたも？まあな。俺らだけじゃん。君たちは今まさに変革を起こしている。お前らのせいで俺まで諦め悪くなっちまったよ。立て！誰が何と言おうと俺はお前らを信じる。頼んだわよ、怪盗団。最後まで私は君たちを信じる。聞こえるだろ、お前がバカにしてきた人間の声が。お前の支配なんて誰も望んでないんだ。負けるな。そうだ、期待させたんだから頑張れ。もう一回認めてあげるから。なんで上からなんだよ。でも応援してくれてる。悪い気はしない。まだ夜直し終わってねえぞ。そんなとこ消されちゃう。言われるまでもない。消えてなんてやらない。もう遠慮しないって決めたし。世界を創造するのは神だ。我が輩は決めたんだ。守りたいものを守るために正義や信念を貫く。モルガナ、お前たちもそうだぞ。世界を奪い取るって決めたなら最後の最後で曲げるな。一緒にあいつを倒そう。神様よ、おろく、この世界にてめえの居場所なんかねえってな。悪神に最後通告してやれ。そこね、愚かな大衆の祈りなどいくら集まったとて。何？神が悪さするんなら悪魔の王で退治してやるってわけ。
トリックスターにふさわしい最高の始末だ。ジョーカー、我がハイラの力と人々の希望、奪え！サタナイル！最終の願いより生まれた神よ、これが真のトリックス、イゴールめ、ざれ事ではなかった。お宝じゃねえ。なあモナ、世話になったな。モナちゃん、モナ、人間には世界を変える力がある。今はほんの少し忘れてしまっているだけ。はい、お前たちのおかげで役目を果たせた。全部モルガナのおかげだったんだね。憧れの人間の役に立てたんだ。こんなに嬉しいこと。ここももうすぐ消える。帰るとするか。これは、雨が止んだ。見て。産物なんだ。自由に作り直せるんだよ。君たちだって、誰だって。お前、モナちゃん、嘘でしょ。世界は生まれ変わるんだ。もう誰かのための牢獄じゃない。
希望さえ抱ければ世界は光り輝く。待って、あなたはどうなるの。本当の世界なんてどこにもないんだ。一人一人が見て感じた世界、それが世界のすべてだからこそ世界は無限なんだ。目の前が閉ざされたって感じても、誰かと手をつなげば、絆でつながれば、世界に終わりなんてない。世界は君たちの中にあるんだ。モルガナ…モナ…ないのね、異世界ナビ。メメントスも消えちゃったのね。モナにはもう会えないんだな。うん、何暗くなってんだよ。モナに笑われるっての。そういえば大衆は改心はできたのか。デート遅れちゃう。クリスマス一人か。よくわからないね。このままだと総理不在で年明けだろう。でも指導はないですよ。黒い噂、いろいろありますし。どうなるのかな。うまくいくといいけど。信じましょう。お姉ちゃん約束してくれ。こっから先はケンジさんらの仕事か。異世界に入れないのなら怪盗団もお役御免だな。寂しいね。サブ雪だ。寒いわ。ひょっとしてホワイトクリスマス。まだイブよ。クリスマス、すっかり忘れてた。ともかく今は様子見ね。今日はこのぐらいで解散。明日ルブラに集まって報告を兼ねた。そうするか。ねえ、クリスマスだし最後の打ち上げしない？いいなそれ。予定のあるやつまさかいね。じゃ決定。店を貸し切りにできるようマスターを説得しておいてくれ。頼んだぞ。ではまた明日。私宗次郎心配だから。私たちも帰ろうか。世界を救った英雄がイブに一人なんてね。ちょっといい？まずはありがとう。頼みを聞き入れてくれて。これで世論が変わってくれればいいけど。
変わるのよね。私もそう信じて、指導は様々な罪を告白した。逮捕まではそれでいける。問題はその先、廃人化事件は異世界との関連が証明できないと有罪は困難。実行犯の明智は行方不明。証言できるのはあなたたちだけなの。率直に言うわ、警察に出頭してほしい。指導を有罪にするにはあなたの証言が絶対。それはあなたを表舞台に立たせることになる。あなたは一躍この国を救ったヒーロー扱い。そんなこと警察や検察が許すはずがない。あなたたち怪盗団にメンツをつく。そうなれば彼らはあなたや仲間に何をするかは適当に罪をでっち上げて強引に逮捕に動く可能性だって残ってる。出頭すればあなたは確実に逮捕される。そしてあなたには前歴がある。警察や検察はそこをついてくるでしょう。逮捕された事実を著しい非行としてあなたの保護観察を取り消し、少年院に送致する可能性が極めて高い。あなたを隔離するために。連中は怪盗団が英雄視されることなく必要な証言が取れれば満足なの。代わりに仲間の安全は保証されるはず。いえ、必ず私が保証してみせるわ。指導周辺の事件を解明するため私は動く。二度と世間が歪まないようにね。それをあなたも望んでいるでしょう。これは私とあなたの最後の取引みたいなもの。もう一度お願いするわ。あなたの意思で警察に出頭してほしい。ありがとう。きっとそういう気がしてた。Thank you.
と、どこ行ってもカップルだらけ。てかしくじった。予約しないとご飯も食べられないなんて、せっかく二人で過ごすイブなのに。さあ、イブって一緒にお出かけしてご飯食べて、大人ならお酒とか飲んで、ぶっちゃけわかん。なかったでしょ。大事にしてよね。あのシドの事件のこと、毎日ニュースになってるじゃない。私なんか心配で、警察がいろいろ調べていって、もし怪盗団のことが知れちゃったら、私ね、見つかるのが怖いんじゃないの。離れ離れになるかもって考えたら、最近うまく寝れなくて。そうなれば彼らはあなたや仲間に何をするかは、適当に罪をでっち上げて。私に何か隠してるよね。話してほしかったな。おやすみ。これまで沈黙を守っていた検察にいよいよ動きです。検察は指導議員が告白した複数の罪に対し立件する方針、また指導議員に議員辞職を求める声が相次いでいます。選挙の無効とやり直しを求める全国一斉デモがインターネット上で計画され、一晩でここまで変わるか、すげえもんだな。でもあいつ、メリークリスマス。あ、元気ねえな。双葉、何泣いてんだよ。喧嘩でもしたのか。ねえ、リュウジ。んだよ、この空気。あいつは？マコちゃん、どうしたの？いいよ、俺から説明する。どういうことだよ。国を救った英雄が少年院で獄中生活、理解不能だ。
制度上仕方ねえんだ。気に病むことはない。精一杯掛け合っては見たんですが、私が何か言ったくらいじゃ。くそ、ありえねえだろ。こんなの納得できる？私はできない。当たり前だ。異論の挟みようもないな。取り調べは仕方ないとして、問題はその後の措置よ。前歴とか保護観察とかざけんなよ。もともとやってねえんだよ。指導が真実を語っても全部なしにならないの？それだけじゃ無理。お姉ちゃん前言ってたでしょ、一旦確定した判決を覆すには無罪となるべき明らかな証拠が必要って。証拠って、なもんどうすりゃ。警察もグルだったって話だし、隠滅されてんじゃねえか。双葉、パソコンで探せないのか。過信するな。やれる限りのことはするけど。異世界ももうないし。マスター、何かいい手はありませんか。こんな時モナちゃんだったらなんて言うかな。お前ら大したことねえなと笑うだろう。偉そうにね。あいつうざかったけど、いなくなるとあれだな、なんだかんだで結構頼ってたし。人間の希望、なんとかしてやりたいが。ねえ、こんなんじゃモルガナに合わせる顔がないよ。正直何すればいいか全然わかんない。でも諦めたら絶対助かんないじゃん。みんな彼に助けられたでしょ。今動かないでどうすんの。なんとかしなきゃ。下向いてる場合じゃねえ。異世界を使わずとも俺らにできること、探せば何かあるかな。落ち着いてじっくり考えてみましょう。死の窮地だって脱してきたんだから、私たちなら絶対なんとかできる。そうだ、やるぞ。俺どうだ。よし、知らねえでいい気なもんだぜ。救ってやったのに。いいけどよ。あいつ今頃どうしてんのかな。しかしわざわざ集まる必要があったか。進捗の確認なら携帯でも。みんなで気合い入れるためだ。こっからが大事だしよ。
それにたまには顔を合わせて話さないとね。年越しって前はこんな騒ぎじゃなかったわよね。こっちは気引き締めないと。私はお父様の人脈も当たるつもり。すげえ頼れそうだ。これが最後、絶対成功させるわよ。うん、足りめえだぜ。皆さん、でも心の牢獄を脱したというのに、今度は現実で収監され、自分の利益よりも他者の幸福を願ったがゆえの皮肉な顛末。けれどそれでいいのです。あなたは自分の意志、ついに最後の最後まで自分の利のために道理を曲げることはしなかった。あなたが手にした最後のアルカナは世界。誰に流されることもなく、自分の足でこの世界に立つ意志の力です。それは同じ志を持つ仲間たちと共に未来へ向かうための希望のもとになるでしょう。その力を得たあなたはもう居場所なく一人でさまよう存在ではありません。私の役目もこれまで。あなたは最高の客人。久しぶり。今日は嬉しいニュースを2つ持ってきたの。獅童正義、
ついに起訴にこぎつけたわ。おそらく有罪になるでしょう。捜査へのご協力感謝するわ。君の証言、正直一時は絶望的だった。でも市民運動でメディアが動いて、及び腰だった検察内でも協力者が現れて、公判開始までしばらくかかるでしょうけど、世の中が変わる第一歩よ。ただ罪状は今のところ公選法違反、政治資金規正法違反、それに収賄、十分大騒ぎだけど、正直まだまだ不満。異世界の立証が難しいから仕方ないけど。とはいえ指導は立証前の罪も全て認めてるわ。もう一つのニュース、君は今日で釈放になる。そうよ、指導の証言で君の例の事件のことが分かった。故郷で君が逮捕された傷害事件、無実が証明できそうなの。処分の取り消しは決定的。一足先にあの子たち相当頑張ってくれたわ。被害を受けた女性が見つかって証人として迎えられたのが決め手になった。それだけじゃない、いろんなところから信じられないほどの後押しがあったわ。1年以上も前の当事者を本当に見つけてくるなんてね。正義の怪盗団はいなくなった。あとは私たち大人が社会を正しい方向に持っていくなんて、大人の言い分信用してもらえるかしら。ありがとう。でも裁判で君を救えて本当によかった。あ、自分の出世なんかよりも君の未来を守れた充実感っていうのかな、君に生き方まで教えられた気がする。そんなことないわ。そういえば一つ気になってたことがある。私の世界にあったお宝って結構別にいいけど、取り調べじゃないから、まあ今となってはどうでもいいわ。これまだ誠にも言ってないんだけど、君たちと出会って気づいたの。私の中の一番の宝物は大切な人を守るための正義なんだ。誠からもそれを教えられたのね。指導の件が片付いたら検事は辞めて弁護士になろうと思うの。弱肉強食の組織を変えてやりたいけど、それは別の人に任せるわ。これからは自分より誰かのために正義を貫きたいから。じゃあ私手続きしてくる。あ、そうだ、最後にもう一つだけいい？君の証言では鴨志田の件の後、怪盗団を辞めることだってできたはずよね。どうして怪盗団を続けたの？私の考えすぎかもしれないけど、正義のために他人の心を盗んだ怪盗団と、自分のために他人の心を操ろうとした大悪と、君と指導の因縁はずっと前から始まっていて、それが今こうやって決着することになった。ちょっとできすぎじゃない？まるで初めから誰かが描いていたみたい。もしかして君、最初からこうなることが狙いだったとか。
まるで神様が君に味方したみたい。本当にいればだけど、私この仕事を通して嫌というほど悪党や罪人を見てきた。でも君みたいな若者がいるなら、世の中まだまだ捨てたものじゃないわ。ごめんなさい、長々と。あの人をあんまり待たせるのも良くないから。本当にありがとう。じゃあね。よう、待ったぜ。たく、迎えてからでもねえんだけど、双葉が行けってうるさくてな。まあ、せっかく無罪になったんだ。また何かしでかされたんじゃ、こっちの立場もねえからさ。家に帰るぞ。寒いからさっさと乗れ。全然すまねえ。今朝起きた人身事故の影響で、各線とも現在も大幅にダイヤが乱れており。また事故か。4月の時思い出すな。学校に挨拶に行った。あれから時期1年か。今思えば俺もひでえな。あんな物置部屋に一人で放り込ん。まあでもお前はもう、お前、いい仲間持ったな。戻ったらちゃんと礼。久しいな。さすが、平気そうじゃん。よかった、元気そうで。とにかく座って。積もる話もあるだろう。俺ちょっと買い出し行ってくるから。つうか、うまくいったよな。あの時諦めないで本当によかった。頑張った甲斐があったな。リーダーがいなくなってしばらくはどうしようもなくってさ。でも気づいたの。特別な力とか異世界がなくても現実は変えられるはず。年明けから1ヶ月ちょっと、俺たちいろいろ駆け回ったんだぜ。私たちだけじゃない。あなたを信じてくれた人、おかげでリーダー奪還作戦。お互い様だろ。ひどい目とか合わなかった？なんかちょっと痩せた？向こうの飯は臭いらしいからな。無理もない。で、何を食った？納豆？草や？それでもどうりやん。そういう問題じゃないでしょ。うまい飯なら今から食えるぜ。マスターがパーティーの買い出し行ってくれてるし、パーッと行こうぜ。
ようやくみんな集まったんだしよ。みんな一人足りない。そっか、モルガナ。今回の作戦、一番の功労者かもしれん。一度は諦めかけた時も、もしモルガナがいたらって思った。あいつ諦め悪いからよ。絶対なんか行動するじゃん。いつも私たちを引っ張ってくれた。怪盗団のエンジン部分だったな。なんせ車だもんね。モナ、また会いたいな。お、マスター早えな。呼んだか？モナ！なんでいるの？だって消えたよね。消えたのは異世界の方の我が輩だけだったみたい。はあ？じゃあ何？猫として現実に残っ、目が覚めたらこの姿で渋谷に放り出されてたんだ。全然わかんねえ。つか生きてんならすぐ戻ってこいよ。だってあんなお別れめいたこと言った後だし、なんか戻ってきづらくてよ。気遣いを覚えたようだな。成長してる。お前らが証人見つけたのも知ってたから出生を待ってたんだ。よく頑張ったなお前ら。我が輩がいなくてもやれたじゃないか。早速上から目線。みんな心配かけてごめんな。あ、抱きつかれる前にシャワー借りていい？野良猫長かったし匂いそうでさ。おい猫、シャワーじゃねえだ。涙を返しなさい。許しがたい。どうだ。いやいや、やめれ。ねえ、とんだ歓迎だぜ。やっぱこうでなくちゃね。ようやくいつも通りだ。だな。やっぱ我が輩がいないとな。戻ってきたはいいけどさ、これからどうすんの？あ、まあ考えてるよ。何を？人間になる方法に決まってんだろ。そうなの？人間じゃないと分かったが、人間になれないと決まったわけじゃない。それにこうやって生き残ったのには、ともかく無事で何よりだ。これは想像だがな、世界の歪みが消えた結果、お前らの認識してた事実だけが残ったんだろう。我が輩には現実に居場所があると思ってくれてたということだ。当たり前じゃん。モナの居場所はここ。そうだね。あ、そうだ、悪い、流れぶった切りだけど、マスターから聞いたんだけどさ、来月地元帰るんだって？こっちに残れないわけ？無罪になったっつっても、あっちじゃレッテル貼られたままだろ。帰ったって居心地悪いだけじゃね？どうしたの？さっきまであんなに盛り上がってたのに。じゃあこうしない？リーダーが帰るってことは、怪盗団も本当の意味で解散だよね。今日は出所祝いと解散記念日。それ記念日？真面目に言ったんだけど。でも悪くないよね。そういうことなら
そうだよな。今日はダブルで盛り上がればいいし。突然ではあるが、我が輩こいつについていくことにした。何かと持ってるやつだしな。ついてけば人間になる方法もわかるかもだし、それにまたグレるかもしれないだろう。任せとけ。ということで、さっきのに我が輩の送別会もつけてくれ。それ別にどっちでもよくね。帰るの来月なんだよね。送別会には早すぎる。趣旨が分かりにくい会になっちゃう。じゃあ我が輩の復活祭だ。なら文句ねえだろ。寿司頼め、寿司。騒がしいな。外まで聞こえてるぞ。猫の声がすると思ったら戻ってきてんじゃねえか。ご主人、こいつらひでえんだ。相変わらずうるせえ猫だな。こら、我が輩はただの猫じゃないぞ。俺には何言ってかわかんねえって。あらよ。あ、こんなのじゃなくて寿司よ。いや、これうまいな。ったく、自己主張の強い猫だよな。一体誰に似たんだか。モルガナが人間になったらこいつそっくりかもな。なるほど、あるかも。我が輩がこいつ？まあ悪くはねえな。龍二だけはお断りだが。だと？そういうとこすぐ切れたり下品なんだよ。てめえ、もう一回消えろ。うっさい。出所祝いに喧嘩すんな。また始まった。世界は変わってもお前らは変わん。まったくだ。お稲荷は変態だしな。誰が変態だ。ともかくようやく勢ぞろいしたんだ。今度こそバーッと行こうぜ。仕方ない。妙に女連れが多いなって思ったらバレンタインだったのか。お前なんかこう浮いた話とかないわけ。俺なんか若い時はそりゃ。お邪魔しまーす。ちょっといい？なんだよ、そうならそうって言えよ。あと頼むわ。ごゆっくり。
はあ、こんばんは。アンガト。二人きりって久々。なくてさ、嬉しいとか。そうだ、これ重いでしょ、私の愛情で。ボケにマジレスやめて。てかさ、出頭するなら私にくらい相談してよ。大丈夫。今日離れたくないな。うん。隣行っていい？あのさ、来月向こう帰るんだよね。もしかして私たち遠距離？本気？ああ、やめやめ、楽しい時間にしに来たのに。出所するまで待ってたんだしさ、別に距離遠くなるくらい。えっ、にしても待たせすぎでしょ。重いとか言ったらマジ怒るから。おう、お前いよいよ明日出発だな。総次郎が今日は店の手伝いしなくていいって。出発前に仲間や世話になった人たちに挨拶。ああ、行ってこい。寂しくて泣くなよ。私ら死んでも怪盗だ。私ら死んでも怪盗だ。だろ？済ませてきなよ。
君のために、君のためにいい女になっててあげる。こんにちは。
じはな。Thank you.
感じるぞ。
行くよ。けど、囚人なりの楽しみってのそれ。挨拶回りは済んだか。どうだった？こっちに残りたいとか思ったか。そうか、いい思い出が多かったんだな。明日の朝は早いんだろ。渋谷経由だっけ。ああ、バカ猫もちゃんと連れてけよ。迷子で戻って来られたら困っから。バカにすんなよ。我が輩は一人でどこにでも行けるぞ。相変わらずよく泣くな。おい双葉、猫なんつってんだ。ん？お宗次郎のバーカだって。なんだと。跳躍すんな。綺麗にお別れさせろよ。モナの世話は任せた。宗次郎の世話は任せろ。よし、頼まれた。おいおい、お前がいなくても私ちゃんと頑張るから。だからお前も頑張れよ。今まで本当に。忘れもんないな。合成させるつもりで預かったのに逆にいろいろ助けられちまったな。女に言われるならともかく。ああごめんな、双葉にも見送りさせようと思ってたんだが朝から見当たらねえんだ。あの猫もさ、こっち来ることがあったら寄ってけよ。一杯ぐらいならおごってやる。ってことは店畳んじまったらまずいじゃねえか。何してんだ。はいよ。
少年。こっちこっち。解散と言ってたのにな、まったく。半端なとこに止めちまって悪いな。援護しやがってよ。ねえ、モルガナまだ？なんで我が輩がまた車がかりなの？終わりじゃなかったのか？いいじゃない、休みだもの。受験も済んだしね。せめて帰りは遅らせて。どうしても帰っちゃうの？ったく、律儀に戻らねえでもいいだろうによ。一度ついちまったレッテルってのは剥がれねえもんだぜ。暇な連中だな。いいじゃない、他人の目なんてもう関係ない。私たちはもう自分で決めてどこへでも行ける。お待たせ、プラグを拝借してやったぜ。すごい、一発でかかった。じゃあ行くか。どうした、早く追いかけろ。エンジンが。つっても俺らの番に乗っちまったからにはまっすぐ直行はねえよ。じゃあ一ついい？お友達が困っててみんなの知恵を借りたいんだけど。何それ、面白そう。面倒ごとなら俺は降りるぞ。素直じゃないな、お稲荷は。降りる。ちょっと、こんなとこでドア開けないで。早ぐら、早ぐら。危ない、危ない。モロちゃん危ねえだろ。Thank you.
ひょっとしてまだ誰かの夢の中なのかもとか考えちまうな。いいさ、それでも。我が輩たちは自由なのだ。そうだな。世界なんて味方一つでどうにでも塗り替えられるんだよな。それが美学ってやつだろ。ああ。